ドナルイスは、ウェールズ・カーディフ出身の歌手。1996年のヒット曲、I Love You Always Forever で知られる。プロフィールには、諸説あるが、ここでは、オールミュージックに記載されたバイオグラフィーの内容に、従う。1973年、イギリス・ウェールズの首都カーディフに生まれる。英国王立ウェールズ音楽歌劇大学では、ピアノとフルートを専攻し、 卒業後はサセックスで1年間音楽教師を務める。1994年にアトランティックレコードと契約し、1996年にリリースした I Love You Always Forever が世界的に大ヒット。本国イギリスでは5位を記録し、アメリカでは9週連続での2位を記録した。ラジオレコーズの CHR。 トップチャートでは12週連続1位を記録し、同チャートの最長1位記録を樹立した。なお、この記録は2009年の同志休館まで破られることはなかった。また、ウェールズ出身者がビルボードホット100でトップ10入りを記録したのは、1983年のボニー・タイラー以来となった。同曲を含むデビューアルバム、Now In, A Minute はアメリカで、 ミリオンセラーを記録、同アルバムからのセカンドシングル、Without Love も英米でチャート入りするヒットとなった。その後も映画、アナスタシアのサウンドトラックからリチャード・マークスとのデュエット、AT The Beginning がスマッシュヒットを記録している。ありがとうございます。